26歳になりました。プレゼントが届いてます。今回はそのプレゼントを開封していこうかなと思います。まずは1人目、以前ツイッターとインスタグラムにピエンニクマンを持った写真をアップしたんですけど、あの会社の後輩がくれたんですけど、その会社の後輩からプレゼントが届いてます。ちょっと見えないようにこんな感じですね。開けていきます。すげえ、待ってT シャツ、ちゃちゃまる書いてあるこんなん売ってんのね。え、マジか。これもう着なきゃダメじゃない。ちょこちょこ着ていこうかな。これ外にどうかありがとうございます。コラ画像2人目、生放送でも途中で入ってきた、まあ、大学時代の友達の YouTuber トゥンゲームズから届きました。実際俺のチャンネルの中でも一緒にディズニーランドに行ったり、あと80年代の島に一緒に行って、まあ遊んでましたね。めっちゃでかい。これは期待できそう。そしてガラス陶器、割れ物注意って書いてある。開けてきます。え、めっちゃプレゼントっぽくない？すごくない？これオープン、おしゃれだ。なんかちゃんとしたやっぱりコップなくて、日常動画でも出してるんだけど、じゃがりこのコップとかでね、普段飲み物とか飲んでるんで、高級感があって今後使わせてもらいます。トゥンゲームズ概要欄にリンクを貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。4年生からは一緒に YouTube もやってたりするんで、過去の動画を見てみるとマリオメーカーとかの動画も作ってたりしたので、スタートの頃の僕らっていうのも垣間見える動画まだ残ってるので、ぜひチェックしてみてください。3人目、弟からプレゼントが届いたんですけど、冷凍で届いたんですよねなんだこれって感じなんですけど開けていきたいと思います。すごくない？お祝いって書いてある。お祝いってわ、冷凍のマトンが届きました。マジか。一発目のちゃちゃまるの後のこれどうするどうする、困惑気味なんですけど。めっちゃ生ものだし、うわ、マトンって書いてある。オーストラリア産マトンだ。うまい。ピエンだな。熱盛。